久保さん髪の毛は抜けるにししまょうか、まあ、確かにほとんどの人は自分を自分を信用できるまでやってないんじゃないですかねまあ自分を信用するためにあの自分あのこれだけやったぞみたいなあのやり込みが必要でや練習もしてないのに全く練習もしてないのに甲子園で優勝できるぜと思ってる人はある意味ちょっとあれですよね 逆にすすごいいと思いますけど全く、ね、練習してないのに甲子園優勝できるぞみたいないやそもそも甲子園出場もできないんじゃないかなみたいな話なんだけども、うん、練習しても優勝できるかどうか分かんないけども少なくてもその甲子園に俺,俺たちはここまでやったんだっていうそういう自信、糧練習したその糧をもとに多分試合に臨んでると思うんですよ。 でもそれを練習したからでいって優勝できるわけじゃないんだけども、でも少なくともその自信が優勝に紐づく一つの道筋なんじゃないかなと思うんですよね。でも多くの人はやってないですからね。だからやってないからいつまでたっても自信もつかないし、うん、自信もつかないし、自分を裏切るし、どうせ無理だろうみたいな話ですよね。いってらっしゃい。